3月10日水曜日のお天気をウェザーニュースキャスターの檜山沙耶がお伝えします。前線も伴った低気圧の影響で北日本日本海側では雪が降りそうです。午前中ほど雪がどかどかと北海道では強まる可能性がありますので、強まりにご注意ください。午後はだんだんと天気が回復する見込みです。西日本や東日本では日差しが届いて穏やかな空模様、日中は気温が上昇し、太平洋側では20度を超えるところがありそうです。鹿児島や高知では21度予想、そして東京は20度の予想となっております。朝晩と日中との気温の変化に注意が必要です。また花粉も飛散しやすくなりそうです。3月10日の水曜日の花粉飛散予想を見ていきますと、非常に多い予想となっております。西日本や東日本を中心に飛散の量が増えますので、対策を万全にしてお過ごしください。以上、天気をお伝えしました。